このそば。やめてよみーやちゃん、そんなに水かけないで。よーし、じゃあ今度はこうしてやる。あ、みーやちゃんおいおい、肩に乗るな。ユンユンが溺れるぞ。もう悪い大丈夫だったか？なんとか。でもこういうのも楽しいわね。おーい、いつまで遊んでるんだ？そろそろ行くぞ。カズマ、いいところに来た。一緒に遊ぼう。なまら楽しいぞ。暑い日差しの下、水着で遊ぶ美女たち。こんな風に海で遊ぶのも悪くないな。うん、お友達と海で遊んでるって感じで私幸せ。こんな彼女たちの誘いを断れる男がいるだろうか。カズマもほらほら、早く水着に着替えて。結構です。俺はこういうのきっぱり断れる男だ。ノリが悪いな。ノリとかじゃなくて、今回海に来たのは討伐クエストのためなんだからな。このそば。というわけで休憩は終わりだ。3人ともはしゃぐのはいいけど、もともとの目的を忘れるなよ。目的なんだっけ？俺たちはこの辺りに生息してるクラーケンを倒しに来たんだよ。元はといえばお前が言い出したことだろ。ああ、そうだった。ギルドの掲示板に貼ってあったクラーケンの絵、なまらうまそうだったんだよな。あれを見てイカ焼きが食いたくなるのはお前くらいだが、まあいい。思い出したなら改めて出発するぞ。おお、クラーケン倒してイカ焼き食うぞ。触手。夢にまで見た触手の締め付けをついに味わえる日が来たのだな。私だって皆さんのお役に立てるってこと証明してみせます。そうすれば友達も。どいつもこいつも煩悩ダダ漏れじゃねえか。けどイカ焼き販売は商売になるかもな。ジュルル、イカ焼きイカ焼き。洞窟の中をみんなで探索するなんて、私たちまるでパーティーみたい。ところでお前ら、揃いも揃って水着のままだけど大丈夫か？これから戦闘だってのに。望むところだ。鎧を着ていては触手の締め付けを直接味わうことができなくなってしまうではないか。ミーヤもこっちのが動きやすいぞ。私は皆さんと一緒の方が安心かなって。まあ好きにしろ。ギルドの情報だとこの辺りのはずだ。おい見ろカズマ、水際からちょろっとはみ出しているものを。ああ、夢にまで見た触手。行ってくる。ああ、ダークネスだけずるい。ミーヤもなあ、お前らもう少し作戦を。あ、ダメだ、触手に捕まってしまった。今自分から行きましたよね。実物はあんまりうまそうじゃないな。帰るか。ミーヤちゃんダメだよ。ダクネスさんが捕まったままだし。あっ、このすさまじい締め付け、予想お前ら自由だな。もう俺帰っていいかな。そろそろ限界か。カズマ、やばいぞカズマ。だから言わんこっちゃない。ユンユン、ミーヤ、俺たちも突っ込むぞ。